こんにちは、ごみゆうこです、今日はですね、前入り前泊で、今日横浜なんです。近いんだけど、ちょっと明日の朝早朝からお仕事ということで、ちょっといろいろと事情がございまして、はい、近いんだけど、前泊しております。明日お仕事が終わったら横浜散歩してみようかなと思っておりますので、はい。で、今回ね、お部屋がもう入っちゃったんだけど、駅前のベイシェラトンを撮りました。で、なんかお部屋をすごく広くしてもらって、なんかもっと狭いお部屋を撮ってたんだけど、かなり広いお部屋だったので、ちょっと皆さんにご紹介しようかなと思います。荷物がもうすでに入っているんですが、そうそう、こんな感じで、はい、ちょっと明日着る洋服なんかが入っていたりとか、はい、してますね。広いんだよ。コーナーなんとかっていうお部屋だった。あ、すっごいシャワールームがある。ここのホテルはめちゃくちゃいいホテルなのね。シェラトン、トイレがあって浴槽があってって感じね。で、私が、はい、こういった荷物があったり、で、一人なんで、一台で、ビューはと言いますと、あ、横浜駅の駅前、それがモアーズか、あ、あれが新しくできたニューマンだったりする感じですね。そしてこちら側にもあったよ。こちら側が結構正面だね。はんはんはん、はい、横浜駅正面が見えるような感じですね。向こう側がみなとみらいとかの方面、東口かな、崎陽軒があったりだとかしております。なかなかこんな機会ないから、ちょっとなんかワクワクするな。はい、こんな感じで今日はこちらにお泊まりでございます。はい、夜になりましたら景色はこういう感じです。ちょっとご飯を食べたりとかうろうろしてて、やたら袋ばっかり買っちゃったのよね。これ AP スタジオで買いました。なんかね、妙に袋ばっかり気になっちゃって、実はこれと、あと多分あれなんか100均のお店のちょっといいやつ、おしゃれな、なんダイソー、それともなんだっけ、スタンダードプロダクツって言ったかな、ちょっとおしゃれな100均みたいな、ちょっとすりこみたいな感じのお店で、このなんか大容量の麻のバッグが売ってたので、私荷物を結構移動だったりとか、車に乗せたりなんとか出したり運んだりっていうことが結構多くて、こういう大きいバッグすごく使うので、衣装を運んだりね。で、これ買いました。これは500円だった。安いよね。なんか可愛いし、ちょっとイケてる感じで買いました。で、これとあとなんかレジの横に、なんかセルフレジなんだけど、そこにまた使えそうなこの袋から袋が出てくるっていう、これもなんか可愛くないですか。結構マチが底があって、これもすごくこう荷物を運ぶのに便利そうな袋よ。そしてね、なんかビニールだから
汚れも気にならないし、って言ってこんな感じで持てる。これと同じ形ではなさそうね。こっちもこっち、こっちの方が大きいか。はい、こんなものを買いました。これはね、レジのところにあって200円だった。200円でした。これなんていうお店なの。スタンダードプロダクツって書いてあったかな。ダイソーだ、ダイソー、ダイソーの、そう、100均のダイソーのおしゃれなバージョンのお店が、横浜駅の中にあって、横浜駅なんか、あれなんつんだっけな、ジョイナスか、ジョイナスのところにあって、ちょっと買ってみてしまいました。これをね、2つ買ったの。やたら袋ばっかり買ったんだけど、あとね、無印です。無印で購入したのよ。ちょっと前に私お店で見てて、あ、欲しいなと思っていたけど、今日はいっかと思ってて先延ばしにしていたものがあって、この帽子なんですけど、ウールの帽子で、見えるかな、ウールの帽子でちょっとコロンとした可愛い形なのね。キャップ3990円。コロンとしてて可愛いんだよね。普通のこうキャップよりはもうちょっとこうおしゃれ感が出る感じ。ちょっとこうブローチとかつけても可愛いかなと思って購入しました。はい、なんかこうこのウールの素材があったかみもあるし、なんか普通のカジュアルなキャップとはまたちょっと違う感じでかぶれそうだなと思って購入してみました。黒です。でね、サイズ調整できるって書いてあって、ここでなんか中でサイズ調整ができるみたいですよ。本当だ、本当だ、きつくできるんだ。できる。あ、これいい。あ、きつくなった。強い風の日でも飛ばなくていいかもしれないですね。あとなんかチクチク押さえたリブ編みの、なんかちょっと安くなってたんで、この帽子を買ってみました。おでこに当たるところがオーガニックコットンで柔らかくチクチクしないらしい。いいですね。こんな感じで、はい、こういうあのニット帽は結構毎年冬になると被るので、ちょっと安かったので、リブの、リブ見えないか、あ、リブ見えた、リブのニット帽、安くなってました。1490円。おはようございます。今朝の10時ぐらいなんですけど、お仕事が終わったのでここチェックアウトして、なんかお腹が空いたので何か食べに行きたいなと思っておりますけれども、私あの今回車で来てるので、なんか車でちょっと移動してなんか美味しいものを食べに行ってから帰ろうかなと。中華街にやってきました。中華街です。これからちょっとご飯食べようかなと思いまして、はい、中華街に来たんですけど、朝だけど、まあお店やってるよね。私も食べたいのがあって、何が食べたいかっていうと、海牛、海牛屋さんに行こうと思ってるので。10時かな、でもやってない。あ、火曜定休日だ。火曜が定休日でしたので、もう一軒のお粥屋さんに行ってみようかな。この道にある、奥に見えるアンキっていう、ありました、ありました、この小道を入っていきます。やってるかな、メガビンやってない、ちょっとやってないんだけど。お買い屋さんのもう一個の方の店舗もめちゃくちゃ並んでたんで、ちょっとやめようかなと思って別のお店に行こう。とりあえず早く入れそうなところに行こう。お腹空いたから。美味しいんかな、こういうの行ったことないんだけど、食べてみよう。はい、オーダー式だといろいろな種類が食べられてよかったです。ちっちゃいサイズ、ミニサイズだったから、なんかいろいろ一人でもいろんな種類が食べられて、割高かなと思ったけど、まあなんか良かったです。
当になんか外国にいるみたいな感じに感じられるお茶屋さんで、めちゃくちゃ美味しいんです、お茶が。こちら縁ピア種の茶葉を入れていきます。で、熱に弱いのでルフ茶はですね、蓋がついてないポットを用意してあります。他社でも結構こういう蓋がないポットが多いので、お家でルフ茶を入れるときは蓋を開けて入れるといいと思います。ティーポットでも入れられますので、ね、で今ですね、湯冷ましのお湯をご用意しまして、こちらの方に入れました。ちょっとゆっくりと湯冷ましのお湯で摘出しますと、旨味とかコクが増しております。おかゆするときもこちらのポットから湯冷ましを作って、少し置いてから入れてください、はい、では後でもう一度参ります。お待ちください、はい、すごい茶葉が開いてきた。めっちゃ開いてきてる。はい、はい、失礼します。はい、でこちらのお茶なんですけど、全部召し上がると味が薄くなりますので、下1センチぐらい残していただいて、差し湯をして召し上がってください、はい、で最初の1、2、3よりもその後の方がお味がしっかり出ると思いますので、召し上がってください。後で月餅を持ちます。失礼します。はい、冷ます用のグラスの入れ物とかもすごい可愛い。めっちゃしっとりしてる。めっちゃしっとりしてる。美味しい。何これ。ちなみにこちらのお店は高校の同級生のかんちゃん家ですけども、ちょっと店を覗いたら本人いなかったので、ここはちょっと割愛します。とりあえずご紹介だけ、チャーシューがとても美味しいお店でございますので、中華街に行った際には、ぜひ、寄ってみてください。かんちゃんが行くと思います。美味しいお茶も飲めて、でも楽しい横浜散歩になりました。さあ車でじゃあ帰りましょう。